はい、皆さんこんにちは、ももんがです。今日は初めて椿ファクトリーのリリースイベントに神戸のハーバーランドに行ってきたので、それのレポを3回に分けて行っていきたいと思います。もしよければ最後までご覧ください。椿ファクトリーはハロコンではずっと見てたし、ミュージックビデオもずっと見てて、推しはキシモンとキソランだったんですけど、まあ結局箱推しになりそうな気がするんですけど、でずっと行ってはいたんですけど、イベントに行ったのは初めてで、もうやっとイベントに行けたって感じで、ずっと行きたかったんですけど、前も結局行けなくて、ハーバーランドのやつに。でも今回本当に初めてリリースイベントに行けて、ずっとハロコンで見てて、やっぱファミリー席から遠かったから、その表情とかも双眼鏡で見るけど細かくはやっぱ見れなかったので、もう本当に楽しみで楽しみで仕方なくて、やっぱり今回の3回目のデート神話とふわり恋時計をすっごく好きで、でもどっちかというと3回目のデート神話の方がすごい好きなんですけど、3回目のデート神話をその間近で見れるっていう、まあ、結局ハロコンでは見てたけど、その近くで見れるっていうのも本当に楽しみで行ってきたのでレポをしていきます。握手券は10時から発売開始で9時に並んだんですけど、でも全然余裕はありました。でやっぱりランダムなので、前に行っても多分写真で出てると思うんですけど、それぐらいの番号であんまり良くはなかったです。一部のセットリスト、1曲目が低温やけど で MC 挟んで、キシモンがテーマを右で募集しましたって言って、で2番目が雪のプラネタリウムっていう曲、私はこの曲知らなかったんですよ。でもあ、冬っぽいなと思いながら聴いてて、あもう最高と思いながら聴いてました。私この曲結構好きになりました。笑ってっていう曲も本当に曲始めからすごい印象に残ってたので、この曲知ってるってなって、でもすっごいもう笑ってって曲は結構みんなニコニコしながら歌ってくれるから、すっごいね結構楽しんで聴いてました。その後に4番目がふわり恋時計で、5番目が表面張力で MC 挟んで、その表面張力って結構そのみんなに割りかし歌割りがあるんですけど、あもうそれはハロコンでも聞いてて、で今回でも聞けて、間近で見れるからその表情が分かってすっごく良かったです。まあ、曲の紹介みたいなしてから3回目のデートシーンはやったんですけど、それで握手はやっぱり女性の人の方が比較的長いんですよ、男性の人より。いつもそうなんですけど、アネンガとやっぱ双子なので、双子っていうことをこう頑張って覚えてもらおうみたいな感じで、私が双子ですって言って、双子なんですみたいな感じで言って、でこうちょっと反応を見るみたいな感じで、あのすっごいこう、え双子なのみたいな、え似てないねとかいう感じをこう全員としてて、キソランとキシモンが今のところもうでも全員好きやけど推しなので、キシモンに推しですって言ったら可愛いってやれたので、推しですって言って、可愛いっていうのを推しです可愛い推しです可愛いっていう、全然会話のキャッチボールができてない会話をしてました。とキソランに推しですって言ったら、まあありがとうみたいな感じで、本当に可愛くて、椿のその、デビュー当時とかはやっぱりまだ、ね、子供っぽさも残ってて、あどけなさも残ってたんですけど、最近の表現力がすごすぎて、あとみんなお化粧がすごい上手いって言ったら何様やねんってなるけど、そのすごいお化粧も変わってきて、すごいみんながだんだんお姉さんな可愛さになってきて、すっごいですね。サオリンとマオピンがすごくて、サオリンの握手ってめっちゃ握力強いんですよ。ギュッてやれて、ちょっと、いたって思うぐらいすっごいギュッてしてくれるんですよ、サオリンの握手って。多分、してもらった方はわかると思うんですけど、もうそれにやられて、こんなに顔も可愛いのに握手の対応もいいんや、みたいな。すごいなと思って。で、マーピンは、なんかすっごいハイテンションだったイメージがあります。もうすっごい楽しかったです。でも一部はそれぐらいなんですけど、やっぱり、そのマイクに音が入ってない、ソロの時に入ってない時にすっごいみんながね悔しそうな顔していたんですよ。もうそれを見ると本当に心が痛みました。一部はねやっぱりちょっと声が入ってないことが多いのが結構残念でした。感想としてはもう一部最高でした。でやっぱ3回目のデートシーンはすごいこう歌詞が若くて大好きなので、もう本当に最高でした。以上です。
まあ、一部はこんな感じなんですけど、また2部のレポもしていきたいと思うので、もしよければそちらも見ていただけると嬉しいです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。さくら。